今日ジェットダレスケさんから指令が出まして、80年代ぐらいの昔の写真をみんな出せよと。でね、探してたらね、こんなん見つけましたよ。これ昔のアップルのステッカー、いいもん見つけちゃいましたよ。まあ、これは置いといてですね、ただね、ジェットさんみたいな面白い写真がなかなか見つからないっていうのもね、僕昔からね、写真もビデオもこう撮る方ばっかりだったんでね、自分の写真がほとんどないんですよ。まあそんな中でちょっといくつか見つけたものをね、ご紹介します。中学の頃は大して面白い写真はないな。高校時代ので発見しましたよ。なんかこう生きがってるあんちゃんがいますね。ね、なんかこんな金属バットかなんか持っちゃってね、高校に入りたての頃にこんなことをね、なぜかこう金属バットとか木刀とかを持ってね、写真撮ったりなんかしてましたね。はい、これは生きがってるのが別な方向に行っちゃってますね。野球部のメンバーですね。まああんまりちょっと大きく写しませんけれども、あとはみんな僕の髪の毛ふさふさ写真を期待してると思うんだけど、なかなか一人でまともに写ってるのがないんだよね。はい、これ大学時代ですね。ほら、髪の毛ふさふさでしょ。こんなにあったんですよ。成人式は袴なんか着ちゃったりしてね。そしてこれがだいたい20年ぐらい前ですね。もうこの頃から動画変態やってたんですね。ほら、ここにもビデオカメラ持ってますね。こんなんでね、ビデオを撮りながらスキー滑ってたんですよ。はい、そしてこれが僕の中で一番バブリーな時代、コルベットに乗ってた頃ですね。うぃー、かっこいい。お楽しみいただけましたでしょうか。じゃあねー。